まさみ選手です。こんにちは、よろしくお願いします。いや今日はだいぶ冷え込んでましてね。はい、愛してる、ありがとうございますね。なんか永井さんって結構年配の方にそんな感じしません？そうですか、はい、嬉しいです。さっきまでとずいぶんお客様の顔ぶれが変わりましたね。そうですね、ね、はい、さっき、女性陣の、ね、ステージ見てましたが、はい、いかがでしたか？はい、可愛いなと思って見てました。可愛いなと思って、はい、はい、なんか裏で見てたら、あ、なんか子供がいるねって完全におばちゃんになってましたけど。もうおばちゃんになって。いや、そんなことありません。はい、改めて拍手お願いします。お願いします。はい、どうぞおかけください。椅子におかけください。はい、第3回大会クイーンズクライマックスなんですけども、はい、東京で新聞社周りを、はい、昨日ですか、はい、なさった、はい、いかがでしたか？そうですね、東京は、まあ、都会だなって思いながら、はい、移動しました。何が都会？いや、街が街が、はい、7社ほど。そうです、愛知県の時も新聞社回りしたことあったんですけど、うん、なんかちょっと東京は違うなと思いました。 A 社ではこう言ったけど B 社では違うこと言ったってわけにいかないような気がしますが、いや、だいたい答えることとかは一緒なんですけど、はい、なんかこの雰囲気とかが、はい、なんかこの、まあ、新聞社も大きいし、うん、はい、すごいなと思って。あ、はい、大人のいろんなこう皆さんのご苦労もなんか垣間見たそうですね。あ、そうですね、はい、うん、2014年のね、いよいよフィナーレを迎えるわけなんですが、今年1年振り返ってきていかがですか？はい、そうですね、やっぱり12人に、ま、残れたこともそうですし、調子がよく、はい、来れたと思います。調子よく来れた、はい、はい、来年2015年の新規適用勝率、1月からの勝率が 7.01、 はい、これ自身2回目の7点台ですよね。はい、はい、好調の要因は何だったと？いや、いつも通り頑張ってたんですけど、うん、まあ、優勝できたりとか、はい、優勝戦に乗って、まあ、2着だったりとか、うん、っていう活躍ができてたので、まあ、そのおかげで、まあ、でも本当に何が良かったのかとはあまり分かってないです。はあ、はい、小島の女子リーグ、これ2月、それから7月には玉川ビーナス、はい、そして10月には小島のオールレディースと、はい、優勝を飾りました。はい、プロペラの制度にはもう完全に、はい、馴染んで、そういうわけじゃないですけど、うん、でも始まって最初の1年2年は全くよく分からなくてまあ、しかもダメなエンジンを引くときが多かったので、はあ、まあ、予選敗退とかもすごくしたんですけど、はい、ここ最近は、まあ、ダメなエンジンなりにもなんとなく良、まあ、くなる感じで、まあ、毎回ではないですけど、はい、だからそういう失敗も減ったかなと思って、はあ、はい、ダメなエンジンはちょっと直せるかな、まあ、直せてるとかではないですけど、まあ、整備士さんと相談して整備してみたり、うん、はい、プロペラのまあそういう幅もいろいろ広がったので、いろいろ叩き替えたりとかもできて、はい、はい、ちょっとずつ成長できていると思います。戦いの舞台の住之江についてはどんな印象ですか？そうですね、住之江は、うん、まあ、好きなんですけど、はい、まだその優勝もできてなくて結果が出せてないので、はい、まあ、これであと優勝できたら本当に大好きになるなって思ってるんですけど、はい、前回もオール女子で行った時にせっかく得点トップで頑張ったのに準優でちょっと失敗しちゃって3着で優勝戦乗れなかったので、うん、悔しいなと思って、だけどこの年末のレースがあるって分かってたから、はいはい、次こそ優勝したいなと思って取っといったことにしようって、はい、優勝取ってあるそうです、はい、ね、いい考えですね。ただピットで見ててね、今悔しいと言いましたが、なんか悔しさを前面に出してるのあんまり見たことないんですよね。そうですね、まあ、大人なのであんまりそう悔しそうにしてたりするとちょっと恥ずかしいかなと思って、はあ、なるべく、でも嬉しい時も、うん、こっそり喜ぼうと思って、あんまり嬉しさを前面に出すと負けて悔しい人もやっぱりいるわけだから、はあ、はい、嬉しい時も、まあ、悔しい時も同じ感じでいようかなと思って、はあ、だからあんまり
喜怒哀楽がなさそうとか、そう嬉しそうじゃないねとかって言われちゃうんですけど、心の中では本当に喜んだりとかガッツポーズして、悔しいとか思ったりしてます。自分の中で、まあ、当然結果つまり一着取るのが一番のね、喜びにつながるでしょうけれども、ボートレーサーになって何が良かったなってしみじみ思いますか？何が良かったな、ボートレーサーの魅力っていうのかな、永井選手にとってお金お金って言ってますけど、まあ、お金そうですね。でも、まあ、そのボートに乗ること自体が楽しくて、あのレースとかかっこいいじゃないですか、だからやっぱり一着とか取ったらこう、まあ、みんながすごい注目してくれて、でさらに船券買って当たってる人とかはまあすごい喜んでくれるから、その人たちの期待にも応えれたなと思って、それも嬉しいなと思うし、そう自分だけが嬉しいんじゃなくて、みんなが喜んでくれることがまた嬉しいなって思います。皆さんが喜んでくださるのには、あ、永井雅美はこういうレースをするぞっていうのは先にあると思うんですけども、その自覚はどうですか？そうですね、やっぱり、まあ、1号艇とかで人気になるのは分かるんですけど、なんか4号艇の時とかもすごく人気になってるのが、なってますよ、そのレースする前はあんまりオッズとか見ないですけど、見ないように、緊張すると嫌だから見ないようにしてるんですけど、緊張するの？いや、そう、なんか人気とかだったらなんかちょっと嫌じゃないですか、期待に応えれたら嬉しいんですけど、なんかダメだった時には申し訳ないなって思うので、だからゴールした後に見るんですけどその時4号艇の時にやっぱり売れてたりすると、なんかすごい嬉しいなと思って、そう1号艇は当然って思うんだけど、それ以外の枠で人気の時はなんかちょっと嬉しいなって思います。まあ、中枠で人気になって嬉しいなと思うということは、中枠になった時、センターになった時にはこういうレースっていうのは自分もあるっていうことですよね？そうですね、やっぱりスタート行ってちょっとレースを作りたいなって思ってるので、まあ、それが結果にちゃんとつながった時は本当に良かったなって思います。さあ、その持ち味のスタートなんですが、今年1年振り返って、自分なりには、まあ、しっかりいけたなっていう面もあるだろうし、ちょっと行き過ぎちゃったなっていうこともあるだろうし、どうですか？スタート？スタート。スタートはいつも全速でちゃんとスタートしようって思ってるんですけど、下関のそのチャレンジカップの時は、まあ、自分でスタート行こうと思って行ってフライング切ったので、久しぶりのフライングでちょっと、フライング切った後のレースが大丈夫かなと思って自分でもちょっと不安だったんですけど、でもその次の唐津の女子戦ではちゃんと今まで通り全速でスタートもいけたし、まあ、優勝戦も乗って2着にもなれたので、あんまり影響してなかったなと思って、だから、まあ、フライング一本持ちになっちゃったんですけど、まあ、今まで通りちゃんと全速でスタート決めようって、思いました。住之江はスタートの決めやすさっていう点ではどうでしょう？そうですね、まあ、エンジンの仕上がり次第ではあるんですけど、でも私は見えやすいし、いつも全速でいいスタート決まってるので、大丈夫だと思います。全速で決まってる、はい、あと乗りにくいっていう声がね、よく聞かれる水面、つまり難しいコンディションだというふうに聞かれます、これどうですか？それもだから自分 の, その仕上がりで重視しているのが、そのスタートが決めやすい行き足の良さと、全速ターンとかでまあ乗りやすい乗り心地を求めて調整をしているので、毎回完璧ではないですけど、そこを 重点を置いてちょっと調整しているので、乗り心地とかもなんか割と良くなる方で、他の人と比べると、だから大丈夫だと思います。楽しみがあります。さて今回のですね、クイーンズクライマックスなんですが、皆さんご存知なんですが、継承略で順に言います。平山、水口、岸、平高、鎌倉、日高、寺田、三浦、永井、そして運の小野、守屋という12名なんですけれども、意識しちゃう人っていますか？意識、まあ私は今年自分ですごく調子が良くって、12人になれた、まあ、12人の中に入れたんですけど、でも自分の中ではよく頑張ったなって思ったのに、あ、9位なんだってなってっていうか、みんなはどれだけ頑張ってるっていうか、どれだけ調子がいいんだろうって思ったら、みんなやっぱすごいんだなって思ったんですけど、
だから多分私が思ってる以上に、まあ、努力してる人もいるだろうし、まあ、運が良かった人とかもいるだろうしって思うんですけど、うん、だけど自分の中では、まあ、初めてその12人の中に残れたってことは最近の中で一番調子が良かったってことだから、うん、まあ、リズムもいいし、あの他の人のことはまあ気にしないで、うん、はい、あの9番目ですけど、はい、私は自分が一番調子いいと思って行こうと思って自信持って、はいはいはい、行こうということですね、はい、まあ、あの実は第3回大会なんですが、私もその時には第1回大会大村ボートにいたんですが、はい、あの時にはまあこれ望んでということではなくてたまたま繰り上がって、はいはい、上がってきました、はい、で抽選ももう6号艇指定になってて、はい、あの時を1回と数えていいのか、いや今回が初出場と数えた方がいいのか、はい、やる気はあったんですけど、永井さん的にはどうですか。いや、やる気なかったです本当に。いや、やる気だってあ本当そう、どうせ6コースだし、ああなんか、まあ、6着は嫌だなと思ったんですけど、はい、あのそう枠番ぐらい選ばしてよって思って思った、はい、確かあと4着だったかな。そう、最後4着取れて、ね、ちょっと、はい、勝った人たちにちょっとやったと思って、あ思ったあやっぱりそういう気持ちはねあるんですね、はい、じゃあ、今回は本当に初出場と自分の中でも、はいはい、ちゃんと思ってね、はいはい、戦うということです、はい、今回はですね、あのトライアル1回戦は、第、これ何レースになるかどっちか分かりませんが、はい、5号艇です、はいはい、黄色のカポックとかあるいはコース的にはなんかもうこれもう枠番発表になっちゃってるんですけども、はい、どうなんですかね。でも、まあ、本当は自分の中では1号艇か4号艇がいいなって思ったんですけど、うん、でも、まあ、初日、まあ、1走目に1号艇とかでやっぱ緊張すると思うから、はあはあ、で、まあ、5号艇だと、まあ、ダッシュはもともと好きですし、はい、あの気楽に行けて、ええ、はい、あのまあ、変に期待もされてないから大丈夫かなと思って、はい、あのリラックスしていこうと思ってます。言ってること違いますよ、はい、だってレース終わってからオッズ見るんでしょ。そう、いやだけど例えば、ええ、その水口さんだったり、うん、まあ、ちかちゃんとか、はい、あと鎌倉涼ちゃんとか地元だから、うん、はい、きっとプレッシャーとか大きいと思うんですけど、はははは、私は多分そんなに期待されてないから、ええ、あの大丈夫かなっていう。期待してる人本当ですか。そうですね、あのせめて船金に絡めるようにはじゃあ頑張りたいですね。ね、頑張ってもらいたい、はい、ね、はい、もちろんね、皆さんのためにも頑張ります、はい、本当にね、年配の方が長い頑張れって言って、あの競技関係の方でも大体長いまさみ好きっていう人はおじさんなんですよねなんでですかね。なんでですかね。でも私もおじいちゃん大好きですね、うん、あ じゃあおじいちゃんじゃないですよ皆さん、はい、おじいさんとおじいちゃんね、はいはい、なんというかな、こう人生経験踏んだ人、男性も女性でもそういう方には魅力を感じますか。そうですね、なんかあの年配の方の方があのなんだろう、あ安心する、うん、まあまあ、もちろん知識もいっぱい、まあ、知ってますし、はいはい、あの一緒にいてこう心が和むというか、はあはい、あのお年寄り、まあ、お年寄りって言ったら失礼かもしれないけどお年寄りの方が好きです、うん、あ、じゃあいろいろ勉強できるし、はい、気持ちも落ち着くということですね、はい、まあ、そういう意味ではあの今回ねこの平和島では先輩レーサーも数多く走ってますけども、はい、ちなみにあの今走ってるメンバーで応援してる選手なんていますか。そうですね、やっぱりまあ、今東京支部になって東京支部なんですけど、うん、だから、まあ、東京支部の人と、まあ、元々その愛知支部だったので、はい、まあ、愛知支部の人と、はい、あとは同期、同期、まあ、今節は須藤くんしかいないですけど、はは、はい、あのいつもやっぱりその、まあ、その3つの支部の人をちょっと注目というかひいきして応援してます。東京支部浜根谷健吾選手、はいはいはい、どんな男性ですか永井さんから見て。浜根谷さんこの間下関でしょったんですけど、うん、なんだろう、なんかスターじゃないですかやっぱり、はい、東京のスターなのに、うん、なんかスターっぽくないっていうかおなんかちょっとスタッフだっておじさんだった。いやいや、おじさんとかじゃなくて、はい、なんだろう、スターのオーラはあるんですけど、うん、なんか喋ってたらちょっとバカっぽいっていういいね、
はい、ちょっと、はい、なんか、うん、全然あのいい意味でなんですけど、つまりね、ちゃんとあの、ね、そういう時はこうやって言うんです、はい、スターなんだけど、はいね、はい、ぶらないとか、はいね、選ぶらないとか、あ、そうですね、でも本当になんかこう、はい、初対面って、まあ、何回かお会いしたことあったんですけど、はい、その同じ支部になって初めてのレースだったのに、うん、すごくなんかこう親しみやすくて、あ、いい表現、はい、一緒にこう帰ったりとかもしてくれて、あ、いい先輩だなって思いました。なるほど、はいはい、ぜひ頑張ってもらいたい、はい、そうですね、ということですね、はい、まあ、あの愛知ではね、あの平本選手も、ね、非常に調子よくてかっ飛ばしてますが、はい、池田選手も、このトライアルの方に乗っております、はい、まあ、あの男子レーサーもそうですし、女子レーサーも本当に1年間一生懸命やってきました。その総決算の時ですよね、はい、たくさんのファンの皆様が詰めかけております。あっという間の時間だったんですが、はい、あの会場のファンの皆様に、はいはい、ちょっと立っていただいて、はい、はい、一言決意をお願いをしたいと思います。はい、そうですね、東京支部になって、まあ、今節はちょっと東京の代表っていうか、まあ、もちろん本庄に来て応援してほしいですけど、まあ、隅の井まで行けない方は、まあ、こちらで、東京支部の永井と応援しようみたいな風に思ってもらえたら、うん、ちょっと私も嬉しいなって思うので、うん、そうですね、自信持っていっぱい船券買ってとかは言えないですけど、なんだろう、その皆さんがかけてくれたお金がこう大きくなってお返しできるように、まあ、多分そんなに売れないからそう、私が来たらいい配当になるかもしれないし、はい、そういうお年玉になれるように、なんか私は31日ですもんね、最後ね、はい、私は自分がかっこいいレースをしてみんなに見てもらいたいってこう思ってってるので、うん、まあ、それを見て皆さんが、あ、永井を買ってよかったって思ってもらえるように、はい、一生懸命頑張りたいと思いますので、はい、皆さんも一生懸命応援してください。よろしくお願いします。ボートレース美濃井の G1 第3回クイーンズクライマックス東京支部、永井正美選手をぜひ応援いただきたいと思います。皆様大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。永井正美選手でした。ありがとうございました。